皆さんこんにちは。匿名希望でございます。ゼノギアス実況パート68 68回目です。前回67ではですね、ゼボイム文明の地下遺跡、ね、ストーンを追ってそこに乗り込みました。で、地下の奥まで行くとナノリアクター、まあ筒状のね、でっかい試験管みたいなところで、ナノマシンから形成された女の子が出てきました。まあエリーがね、前世の記憶をこう呼び起こして、パスワードを解読して作動させた装置によって出来上がった、まあ人型のナノマシンの集合体です。で、そいつを横取りしたんですね。ストーンが今映ってますね。ストーンが横取りして逃げていく時に、何やらね、二人の女の子が出てきたというところでしたね。さあ、じゃあ進めていきましょう。彼女たちは一体誰なのか。お待たせしました、エレメンツのお二人、お仕事ですよ。あ、エレメンツですか。ドミニアさんとケルビナさんの仲間ですね。エレメンツは全部で4人いるので、これで全員出てきましたね。ちなみに右のピンクの方がリーダーです。エレメンツのリーダートロネ、セラフィータ、なるだけ時間を稼ぐんですよ。わってるよ、俺らに命令すんな。ねえトロネちゃん、トロネちゃん、ささっと済ませてささっと帰ろうよ。セラフィー、暗いとこ嫌い。そうだな、どうせラムサス様の頭越しの命令だもんな。たく、広いもんの護衛なんてよ。そういうわけだから、お前らさっさとやられるように。君らは何なんだ一体。君らに付き合ってる暇はないんだ。そうはいかない。カレルデンなんざどうでもいいが、あまりいい加減だと仕事を受けたラムサス様の名に傷がつく。ま、お前らが考えなしにあいつをヘコヘコ復活させてくれたおかげで、思ったより早く任務終了できそうだ。そうだ、セラフィーたち、機械の使い方わかんなくてあたふたしてたんだ。どうもありがとう。お前、そんなことをバラすんじゃない。人が苦労して心理的優位を作ってるとこなのに。だって親切にしてもらったらちゃんとお礼するんだよっておばあちゃんが。でもトロネちゃんすごいんだ、心理的優位。さすがポリクロロトルエン高知能搭載サイボーグ。ポジトロン高知能だ。なんだその検疫で引っかかりそうな危ない名前は。 BSE ですか。気をつけて、ラムサス直属のエレメンツです。見かけは愉快でも戦闘力はズバ抜けています。ということはあの会話も計算づくで。まあ全エレメンツのシタンさんから見たら後輩に当たるわけですけど、それでもやっぱ脅威なんですかね。いえ、天然です。だから恐ろしいんです。可愛いよなこの二人。もうルンルンしてるもんね。セラフィータちゃんルンルンしてるしね、トロネもなんだかんだでルンルンしてるし、可愛いんだよなこの二人な。僕好きなんですよこの二人。まあ倒していきましょう。まずはね、セラフィータからいきましょう。こいつ EP を吸収してくるんで。よいしょ、あ、避けられちゃった。ショウ、強力、強力ですね。セラフィータは、水属性以外吸収しちゃうんでしたっけ。ってことはあんまりエーテル弾打たない方がいいな。ビリーさんはね、援助に回りましょうか。ひょー、ちょっと今回エリーさんはね、戦闘面ではあんまり役に立たないんですよね。避けるな。さすがシタンさん早い。
愛かった。可愛いですね。見えました、セラフィータ後ろでブーたれてましたよ。もう終わりブーみたいな、ほらチタンさん早いな。それにしてもダメージがそこそこ溜まってきましたね。ではビリーさん、ここで回復をお願いします。あ、ビリーさんの回復技が有能すぎて、もう勝このねトロネさんもね、まあ、そこそこ強いんですよね。全身サイボーグですからね。よいしょ、よし倒した。全身サイボーグのトロネ、そして半分アジンのセラフィータ、ドライブも手に入りましたし、エーテルダブルはもう買ってあるのでこれは売らずに普通に使いましょうね。セラフィータ、ギリブンは戦った、引き上げるぞ。あー、トロネちゃん待ってよ。かわいいな。では追っかけていきましょう。ストーンさんを追ってどんどんと戻りますよ。なんですけど回復はいらないかな。回復はいらないですね。ではさっき手に入れたドライブでドーピングしましょうね。エーテル能力プラス1は、ビリーさんに。で防御力はうーん防御力ビリーさんでいいや。急いで戻らないと。待機交換増圧中、うん、あらユグドラシルで寝ているフェイさんですね。大地につながれた呪われた生命。その首輝きを引きちぎるための新たなる魂の器よ。エリーさん何それ、コスプレですか。よせ、やめろ。じゃあな。もうここまで映ったらね、そろそろあのフェイの正体というか、ね、そういうのが分かっちゃうんじゃないでしょうかね。あれ、フェイさん？もう勘のいい人はね、そろそろ気づいてるんじゃないでしょうかね。さてどんどんと戻らないと。待てストーン、女の子を、幼女を返せ。その全裸の幼女を返せ。決して怪しい意味ではない。怪しい意味ではないのだよ。ここがこっちかな。
いや、こうやって急いで駆け抜けてみると、長いですね、ここ。合ってるかな？合ってるっぽいね。あ、合ってる合ってる。で、ここを通り抜けると、あった、一旦セーブしてきます。ここでですね、タイトルが変わります。深海に眠る少女、魂のありか。眠る少女ってのは先ほどのリアクターの中にいた女の子ですね。ナノマシンの集合体、人の形で人にあらず。よいしょよいしょ。さあ、ここまで来ましたね。ストーン司教、お待ちなさい。ち、エレメンツめ、口ほどにもない。時間稼ぎすらできないのですか。あれ、エレメンツはどこに行ったんだ。ここまで一本道なのにどこに行ったんだ。返せ返せ。あ、これは例の赤いギアではないか。以前バルトたちをメタメタにした赤いギアではないか。そう、そしてこいつが赤いギアのパイロットです。覚えてますか、ラムサスの悪夢に出てきた赤い男ですね。ふふくくくふわふふふ。それは俺のだ、返せ。なんですか、あなたは。お前たちには過ぎたおもちゃなんだよ。だから返せ、それは俺のだ。一体何者だ君は。名を名乗りたまえ。名前なんてどうでもいいさ。どうしてもというなら、井戸。横顔が段に似ている。おでこが広め。でもこうやって見るとなんか顔の形おかしくないですか。なんかおかしくないですか。まあ倒していきましょう。ですね、この井戸回避率がめちゃめちゃ高いので、必ず当たる連殺を打ち込もうと思います。ほら、フェイと同じ技使ってる。例のごとくで、エリーはどうしようかな。普通の攻撃でいこうかな。ほら、避ける。よいしょ。わあわあわあ。まだよまだよ。わあわあわあ。ああ、ちょっと、もうちょっと危ない。エーテル、癒しの光、自分だけでいいや。まだ、うんうん。なんとまがまがしい攻撃。まだ大丈夫。さて、次で連殺を決めましょう。これか。あ、そこまで強い敵ではないですね。では、浮
雪雲から入り、信頼、連携、破壊、奥義で決めましょう。ゴー。シタンさんには黒のロングコートを着せているので攻撃力はバカ高いです。まだまだあるよ。もう一発。はい、勝ちました。強いね。いやー、ビリーさんの補助がないと勝てなかったな。強い。ん？おっと、このギアは。貴様か。今のうちです。早くカレルレン様のもとに。カレルレンって言いづらい。ラリルレロ、ラリルレロ。カレルレン、カレルレン。こいつは私が抑える。早く追え。その声はワイズマン。この声でした。行きます。さあ皆さん急いで。何が。ふん、随分と早いじゃないか。そうか、あの女か。あの女ってのはまあミャンのことですね。ミャンのことって言うとまたね、もう一個別のところでピンとくる人がいるんじゃないかなと思います。まだちょっと言えないんですよね。言いたいんですけどね、まあ、気づいてる方は気づいといてください。いいぜ、今日のところのおもちゃはお前でも。ふふふ。あちって。ふん。あのワイズマンでも。いや、ワイズマンのかませ犬感半端ないですね。一発ですね。あの男とワイズマン相当派手にやり合ってるようですね。あれ、ビリーさんワイズマンと面識ないでしょ。そんな知り合いだったみたい。エーテルパワーの吹き返しがここまで来るなんて。こっちか。さあ、ストーンさん、ストーンさんはどうなんですか。もういないんでしょうね、きっと。ほら、タコツボ離陸してますもんね、きっと。ほら、遅かったか。シタンさん、結局あの子をカレルレンとかが連れて行ったらどうなるんです。ナノマシンで結局何なんですか。ナノマシンとは細胞より小さな、早いな。細胞より小さなロボットのことです。小さくなるの早いな。ソラリスではこれを病気や怪我の治療に使っています。おそらく彼女は古代のより進んだ技術で作られたナノマシンの集合体でしょう。ソラリスにもあるけど、それよりも高性能なナノマシンがゼボイム文明にはあったと。たとえソラリスの人だけに限定されているとしても、人の幸せに結びつくことなら別にいいんじゃないでしょうか。心配なのはストーン司教の言葉です。彼は首輝を外すと言いました。もしかしたら彼女の体内には古代の人体改造の情報が隠されているのかもしれない。リコやハマーのような亜人は、大昔のソラリスが人類の最高を掲げ、DNA をもてあそんだ結果生まれました。もしカレルレンがより進んだナノ技術で同じことを考えていたら、これは恐ろしいことです。はあ、恐ろしいことですね。よいしょ。ただいま。
フェイ君が医務室にいないそうだ。おそらく館内のどこかにいるとは思うのだが。あら、フェイさん失踪ですか。まあね、そうでしょうね。何も言いませんよ、私は。ではね、この辺りでいいかなと思いますね。それでは改めまして、ゼノギアス実況パート68はここまでとさせていただきます。次回ゼノギアス実況パート69お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。あれ、挨拶こんなあっさりでしたっけ。まあいいや、失礼いたします。